こんにちは、おちゃみです。今日の動画はいつもとちょっと違いまして、グッドスマイルカンパニーというメーカーが出しているネンドロイドというフィギュアのシリーズ、初めて買ってみました。すごく人気のあるシリーズみたいなんですが、私が買ったのはこの子が初めてです。ぜひ開封してみて皆さんと一緒に楽しめたらなと思っています。このキャラクターのデザインはつくしあきひとさんが描かれているメイドインアビスという漫画の中に出てくるファプタというキャラクターになります。ネンドロイドというフィギュアのシリーズはこういった感じで、一つのフィギュアの本体に対して顔のパーツや手とか、あとはこのファプタに関しては耳の部分のパーツだったり、いくつかのパターンが同梱されていて、ポーズとかあとは表情を変えて楽しむことができるっていうのが最大の特徴になります。人気のデザインに関しては模造品とか海賊版が出回ってるらしいので、ぜひ買うときちょっと注意してください。今回このファプタというデザインに関しては、私ちょうど発売前に気がつくことができて予約ができたんですね。なのでグッドスマイルカンパニーさんのホームページから予約という形でこれを購入しました。半年ぐらい前に予約して4月に到着したので、めちゃくちゃ長い間待ってて楽しみにしてました。この上の部分のシールのところはもう開けやすいようにカッターで線を入れさせていただいてます。メイドインアビスという漫画を知らない方もいると思うんですけれども、めちゃくちゃ面白いので、ちょっとこの動画の方では後ろの方でざっくりご紹介したいと思います。それでは説明が長くなりましたが、初めてのネンドロイド、どんな感じなのか開封していきたいと思います。よいしょ。ちょっとね、今までこれは何だろう、買ったことがないのでちょっと勝手がわからないんですが、あ、顔が入ってる。こんな感じで顔を変えたり髪型をちょっとこう角度変えたりとかっていうのができる商品になってます。箱の中に説明書がついてました。あとはグッドスマイルカンパニーというこのメーカーさんで直接買うとちょっとしたあのおまけがついておりまして、メーカーの直接のオンラインで買わないとこれはついてないということです。これ先に見せちゃいます。ファプタ金星レグ人形、なんじゃこりゃーっていうな。なんかね、ずいぶん今回の おまけはコアなファンじゃないとわからないかもしれないんですが、こんな感じ、ファプタが作ったレグの人形ということですね。レグっていうのはね、またアニメの中に出てくるキャラクターなんですけども、では早速開けていきます。よいしょ。わあ、ガラガラ出ちゃった。こんな感じで顔のパーツ、裏はスポッとこうなってました。ニコって笑ってるのと、ちょっとこう口を開けてるのと、あとはかわいい元からのこの口をキュッと結んだパターンと3パターンですね。私はこの顔がちょっと好きかな。口が半開きのこの顔でいきたいと思ってます。これどうやって変えていくんだろう。あ、結構簡単に外せそう。髪の毛のパーツを外したりとか、あとはどうなんでしょう、首、これは多分刺してあるだけだと思うんですが、首のパーツスポッと抜けて、これ髪の毛どうやって外すのかな。よいしょ、取れた。結構簡単に取れるようになってます。この顔をこっちに変えていこうかなと思います。簡単、すごい簡単。よいしょ。で、髪の毛をつけて、こんな感じ。
でね、多分これを違うパーツの、あの髪の毛っていうか耳っていうかをつけると、ちょっとこれがね下に下がってる感じ、なんとなくわかりますか？これだと下にこう下がってて、もう一個のパーツだとちょっとこう上に上がってるような感じ。まずはこっちの上がってる方でやってみます。よいしょ。こういう球体関節になってますね、足が。よいしょ。かわいい。喋り方に特徴があって、丁寧語っていうことらしいんですけど、ソスって言うんですね。嬉しいソスとか、美味しいソスとか、そんな感じで、このファプタはソスっていうような言い方をするキャラクターになります。なので、なんとかソスみたいな言い方で、このメイドインアピスを好きな人だと、ちょっとこう書いてあったり、文章がね書いてあったりするのを見かけることがあるかもしれないんですが、このファプタというこのキャラクターが喋るときが、ソスっていうのを語尾につけて喋ってます。かわゆ、支えるための棒がここに刺さるんですよ。この足がこういう風に小さいので、クラクラしないように支える台座がついてるんですが、それを刺すための穴がここにあるんですけど、ここがどうやらちょっとお尻の穴みたいに本当のキャラクターはなってて、漫画の11巻ではどんな匂いなのかっていう描写が入ってるので、ぜひ楽しみにしててください。いい匂いみたいですよ。この後ろのところに台座がついてますね。あ、台座の中に手がついてた。多分人形を持つための手ですね。こんな感じですね。あ、これグッドスマイルカンパニーだから、これスマイルなのかな。球体関節の真ん中のところ笑顔になってた。多分予備のこれは球体ですね。球体関節、こういうパーツが入ってるので、これをちょっとこう角度を、硬いな、ちょっとかなり硬いですが、ここでどっちかな、この後ろにギュッとくっつけることによって、この子がまあしっかりつくということになります。この支えがあることによってしっかり立てられると。で、この角度がいろいろあるので、ちょっとこうジャンプしたような、結構しっかりした、かなり保持力があるっていうのかな、しっかり固めのパーツになってます。それはいいことですね。グラグラしないので、好きな角度で固めて置いとけるっていう感じですね。あー、このサイズ感いい。実際もっとね、本当はね、すごい大きいのかと思ってたんですよ。これ1個初めて買ってみて分かったんですけど、思ってたより小さめ。スカルパンダだとこんな感じのサイズ感。これよりはちょっと大きいけど、みたいな。これがインスティンクトイのものですけども、ちょっとだけ大きいかなぐらいのサイズ感なんで、これいいなぁ。ちょっと他のキャラクターも集めたくなっちゃうなぁ。ちなみにね、すごい欲しいのが一個あるんですよ。ただね、その子がね、話の流れ的にね、ネタバレしたくないんですけど、ちょっとかわいそうな、結末というか、かわいそうなことになってしまって、このキャラクターなので、めちゃくちゃ欲しいんですけど、ちょっと切なさがあってね、どうしようかなーって悩むところなんですけど。で、これが、話は変わりまして、別パーツでついてた手です。で、これにもう一個ついてたこの人形、これもね、物語読んでるとこれが何を示してるかっていうのはわかるんですけど、これをこう、この穴に刺して、これを持ってるっていう風にできるんだな。腕を交換してみましょう。
これもう一個の方もやった方がいいかな。できました。こんな感じ。私が一番のお気に入りのポージングというか、一番好きなパーツで組み合わせたのがこんな感じで、これを表情をちょっとこういう風に口をつむったものとか、まあ、これでニコーっという風に変えたりができるので、ちょっと変えてみるのもやってみますね。で、こうすると、わあ、嬉しそう。で、手のところを、これを、あ、これもいいかも。ファプタ金星、レグ人形を持って、嬉しそう。めっちゃ笑顔、かわいい。こんな感じで。かわいい。やっぱり欲しい。もう一個欲しいのがあるんですよ。やばい、どうしよう。めっちゃかわいい。この顔がね、一番お気に入りのつもりだったんですけど、いざこう、にっこりさせるとこれもかわいいですね。この状態でも置いときたいから、そう考えると、一個じゃなくて何個も欲しくなっちゃうっていう罠だな。危ない。これもいいし、さっきのどんなだったっけ？どうしようかな。これは真顔。やっぱり笑ってるの捨てがたいですね。でもな、目がすごく綺麗だから、この目が。そう考えるとやっぱり、口開いてるやつかな。どれが好きそうですか？迷っちゃうな。迷う。やばい、この顔がもしかしたら一番好きかもしれない。やっぱ笑顔好きだな。ではこちらのお気に入りのポージングで360度ぐるっとお楽しみください。メイドインアビスのあらすじをスーパーざっくりご紹介しますと、世界で唯一残された秘境アビスという超巨大な大穴を下って冒険する話なんですが、可愛らしい絵柄に反してすごくこう残酷な描写があったり、またはすごく美しい世界があったり、ものすごく深い内容なのですごくおすすめです。アニメ化もされていて、こちらがすごく素晴らしい出来なので、ぜひね、あの漫画でもアニメでもご覧いただきたいです。私はもう息もできないぐらい大号泣してしまいました。ということで、今回は初めてのネンドロイド開封動画でした。察しのいい方、気づいてしまったかもしれませんが、別のキャラもうすでにポチってしまいました。届いたらまた開封していきます。次回の動画はまたちょっとポップマートに戻っていきます。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。またねー。